では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 、ちょっといくつあるか数えてみよう。それぞれマジでや数えるの？ちょっとまあここ出さないで。2え？だってスキンケアだけでしょ。そう、スキンケアだけ2ですね。 2? 2? うん。髪は？髪？髪とかない。髪はない。髪持ってきてないよ。何それ、何それ。これもちょっとまだまだちょっとめっちゃあるやん。とりあえず日頃これも置いてる。これないの？え、そういうのも、あったからとりあえず全部突っ込んで持ってきた。これスキンケア一応スキンケアする。そんなんやったらあるよ、これ。あるやん、あるやん。はい、ちょっと、はい、全部でいくつありますか？私は1,2,3,4,5,6。これも入れて？6。これ入れていいの？入れていい、入れていい。3,3,3。3、6。あります。まず、やること、何ですか？顔を洗いましたっていう状態？洗いました状態。私は、一緒に出しました。はい。はいはい、せーの。ダンドン。アベンドウォーター。同じやつ、大きい私は。はい。これ頼むのが安いん？変わらないんじゃない？分かんない。そんな高くなかったよ。これマイソイのなんかよくやってるやん。やってるね。やってる。これ2本で900元。え、安いんじゃん。だったよ。だって1本600元で売ってたよ。そうそんぐらいする、そんぐらいする。2本で900元だった。で安かったから、じゃあいいよ、ね、いいし、今でしょ、うん、と思って。じゃあなぜこれを選ばれたんですか？マイちゃんが使ったの。それ言ったら意味ないじゃん。それ言ったらマイちゃんがいいって言うし、なんか常に持ってるからさ。じゃあ買っとこうかな。常に持ってた。めっちゃ勧めて、もうこれあげるから、これ使った方がいいから。なんでかわかんないけど、とりあえずで、なんか YouTube 見せたらみんな使って、あ、じゃあこれ本当にそうなんだ。そうあんま自分で自験とかしないやつ。みんなのやつ、みんながいいならいいやろっていう。はい、はい、なんでこれ、なんでこれなんですか？先生ですね、アベンネウォーターっていうのは、うん、なんか温泉水なのね。そう温泉水って言うよね。で、何かメイドインフランス、うん、パリって書いてあるよ、うん、洗顔した後の塩素とかをこう除去してくれる効果があると言われているし、うん、洗顔すると塩素が出るの？だって水道水塩素入ってる。ああ、なるほど、そういうことね。なんかそう、なんか私はいつもこれでシューって一回やって、うん、パックじゃない、コットンに染み込まして、うん、コットンパックして、うん、ヘリ早くない？そんなことしたら早い。めっちゃ早そうだよね、パックまでするなら。いつも、ああもったいないな。結構しないとパックぐらいの量出ない。あ、違う違う、コツがあるんですよ、お客さん。何？お客さん。コツをお伝えしよう。結構出ないよ、だってこれ。ね、そう、無駄にしないための政策、うん、政策。だってこれ1本1ヶ月ぐらいでなくなっちゃうもん。なくなる、なくなる、すぐなくなる、すぐなくなる。なんかさ、このこういう、何それ、すごい。化粧水が2分の1で済むコットンっていうのが、そういうとこから出てるんですか？日本のやつ。それ日本で買ってきたの？台湾で売ってる。安いよ、1箱39元。どこでも売ってる。薬局？ワトソンとかで？うん、売ってる。へえ。これ私いろんなコットン使ったけど、これが使いやすい。なんかさ、もっと5枚ぐらいに裂ける、うん、ケバケバするやつとかなんだけど、ケバケバしなくて、これを4つに折る、うん、ほんで、うん、これを、もったいないけど、じゃあ実験するよ。私のいいか。じゃあリエちゃんやりなよ。これのさ、折った角にシューってするんですよ、ここに向けて。わかるかな？うん、むっちゃついてる。そしたら、真ん中、こう広げたら、うん、こう真ん中についてる。はい、ついてる。で、シューってやりすぐ垂れるから、うんうんうん、ちょっとやった後、こうやってふみふみする。はい、染み込ませるね、全体に。そう。ほんで、あ、もうちょっと、やっぱさ、つける場合はもうちょっと、なんか
無駄なくやりたいから、うん、今度逆の角、うん、外側からシューして、うん、こうする、うん、そうすると割と全部にまんべんなく染み渡った状態になるんです、うんうん、4つに折るのがポイントですね。ですか。はい、はい、こう、はい、でこれをちょっと乾かして、はい、どこ、まあ2枚だから私いつもこれを2枚やる4枚、はい、OK、貼ります。あ、結構ひたひたでしょ。うんうんうん、思ってるより思ってるよりひたひた、ひたひたちゃんとペタってくっつくぐらいの水がそんなに出してないでしょ。シャーって、確かに、シュシュシューぐらいでしょ。確かに、はい、ついた、はい、こんな感じで1、2ってするの、おでこ、うん、で、ここが、もしくはここ、うん、ここはいい、顎はいい、私は顎はしない。へー、ここか、ここか、ここ、うん、どのくらいするんですか。カピカピになるので、カピカピになってから取ると逆にダメっていうよね。だから5分から10分以内で、肌がひんやりすると毛穴が引き締まる。ほう、あ、そっか、冷えるから。そう、だから鼻が気になるなら鼻にしてもいい。うん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 、まゆちゃんがいいって言ってるから多分いいです。私はいいと思います。人によるけど、多分そりゃ、まあ、みんないいって言ってるからいいんだろうっていう、割と気がしてない。なんて害がない、うん、多分合わないとかない。これが何肌でも、まあ、ちょっと高いからきっとちょっといいんだよ。でさ、前髪の毛セットしてて朝なんか寝癖イライラして、うん、これシャーってやったら髪、うん、サローンって、ふわーんってなって、まあ、温泉水、なんか、まあ、なんか香水みたいな、あれ、ああいうやつ、軟水香水、うん、何が起きたかわかんない。でも柔らかくなって、髪が、なんか神の水。ちょっと信仰宗教みたいになっちゃう。これは神の水なのかな、やはり。そうそうそう、何でもいけちゃうんですかみたいな。そうそう、っていう気持ちになった水。へーです。はい、はい、続きまして、はい、じゃあステップが多いので、はい、こちら、ほう、ドクターウーのなんだっけ、なんとかか、移動するの後、乳液の前のやつ、ブースター、ブースター、ブースター、オイルとして買ったけど、これは実はブースターだったっていうブースカです。ドクターウー、台湾のドクターズコスメ、あ、ドクターズコスメです。メイドイン台湾、これすごいよ、手出して、うー、こんなトロントロンなんですよ、光で何も、こうやってこうやって伸ばしてみて、めっちゃ伸びるから、ここで、あ、とろみ、うん、とろみ、片言、とろみ、片言、とろみ、とろみ、これは、これを塗るんですか、これを塗ります。これを1回こうギュッてして、これ1本分、え、めっちゃ塗るやん、めっちゃ塗る、たくさん塗るんやん、たくさん塗る、へぇ、もうべちょべちょにする、べちょべちょにする、顔全体べちょべちょにします、へぇ、もうちょっと言いますか、あ、いや、なんかもったいないんで大丈夫、大丈夫ですよ、よー、大体でも2回プッシュぐらいで1本分になるから、かな、こっちかな、片方1回ギュ、片方1回ギュで1本分みたいな、へぇ、でこう超塗る、超塗る、塗り込む、塗り込むというか伸ばす、伸ばす、手の下とか鼻のとことか、まあ、乾燥が気になる、こう保湿、バリバリ保湿目的で買ったんで、うんうん、なんで買ったかというと、うん、店員さんのせいです。純粋、家は純粋なんだよな、勧められたらもう買う、そう、勧められたらとりあえず買ってみる、信じる店員さんのことは、あの、本当はオイルが欲しかったんやけど、なぜかブースターを買ったんやけど、まあまあでもオイルではないな、確かに、そう、オイル、あの、ジェル美容オイルが欲しいですって言って、うん、で、保湿がしたいんだって、うん、で、全部スキンケアした時最後にこう、うん、保護するやつ、オイルが欲しいんですって言ったら、多分保湿しか効いてなかったのかもしれないけれど、ああ、もう前の、とりあえずめっちゃ保湿したいと思ってて、うんうん、そしたらで、ドクターズコスメのエリアにいたいの、うんうんうん、で、こう見てて、うん、で、
これが一番あの売り上げもすごい、台湾人はみんな買っていく、若い女たちみんな買っていくし、店長さんもおすすめだからこれがいいですよって、コスパもいいですしっつって、これいこれマイソンにしてて、へえ、これね、なんかめっちゃ安かったね。いくらでしょう。1個普通通常で買ったら700-900円はしないけどぐらいな金額なんだけど、2つ買うとなんかちょうどキャンペーンしてて、なぜか1080円だったっていう。80元、うん、1080元でした。2つって安っ2つ500元ぐらいになって、多分もうちょっとする普通に買ったら。へえ、まあ使ってみようと思って、うん、マジ良かったよ、うん、初めて使った時本当にぬるってしたから、超塗って保湿するし、うん、ブースター使ったら、うん、不安になってほっぺたが、うんうん、なんかすごっと思って、うん、やっぱ900元の価値あるんじゃんと思って、うん、でも使い始めたばっかりだから、うん、2週間ぐらい、どう変化は、保湿すごいと思う。違う、日中過ごしてる時とかに、うん、あ違うとか、肌は日中乾燥で出たことがあんまり、なんかパリパリしてる。でも普段からそんなないかない。でも化粧のりは良くなった気がする。朝化粧するときに、うん、浮かない、うん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 、感じはあったし、まあ、何より安心感安心感がある。これ塗ってるから保湿いいやろって、とりあえずは、うん、悪くなるのは絶対ないっていう安心感なるほどね。じゃあ割とまあいい、うん、だろう、ね、大きな変化としてはちょっとふわっとしたかな。肌は柔らかい、うん、そんな気がする。なんかちょっときめ細かくなったのかわかんないけど、ふわり感が、普通いつも全部終わって、うん、一時したら肌普通に戻る、触り心地が、でもこれすると時間が経った後にふわふわする。へー、ちょっとそんな気がする。へー、すごいね。じゃあ肌をふわふわさせる、ふわふわするっていいことよね。いいことだと思う。続きまして、私、はい、私この謎の、何それ、これね、これね、何それ、どうしようかな。まあとりあえずこれ使用品なんですよ。あ、使用品なんで、うちのとか言って、うん、お店で作って使用品、作った使用品で、うんうん、今まあ商品ももう出来上がってるんですけど、準備中のやつ、新製品になる予定なやつ。で、私はまず自分を実験台として、うんうん、これで何がどう変わるかを研究したいと、うん、で、これは何なのかっていうと、カカオバターです。カカオバター、カカオバターってチョコレートのカカオ、はい、カカオを作る原料、うん、甘いカカオの匂い、チョコの匂い、うん、チョコの匂い、ホワイトチョコの匂いがする。でもこれ別に砂糖も何も入ってない、すごい、でも濃い匂いする、うん、濃厚な、するチョコ。でもこれは未精製、精製してない、カカオの豆を中から抽出したバター。へー、植物性オイル。食べれるの？食べれる。へー、赤ちゃんから老人まで使えるし、何がすごいかっていうと、カカオバターって成分が不安定なんですよ、うん、で、一般的には流通しない、うん、なんでかっていうと、熱いところ溶けてくる。うん、35度ぐらいで溶けてくる。台湾ダメじゃん、夏使えない。ダメかな。夏ちょっとあれや、溶けてる。今固形だけど、こうやって手に取って、うん、こうやって、あ、溶けてるよ、もう溶けてるよ。わかるかな。これがこうバターみたいになってて、本当に溶けてるんですよね、こうだんだん。これ、そうそう、私今手があったかいからめっちゃバターやね。そう、パンに塗るバター。そうパンの上で溶けてるバターみたいな。本当だ。で、これを私は顔に塗る。これは顔用として
開発されたもの？いいえ。え？ボディクリームとかってこと？ハンドクリーム？もう台湾の業者ってカカオ農園で作ってもらったんやけど。あ、バターや。顔用とかない。全身、髪も。爪にも良さそうね、これね。爪使える使える。爪も。へぇ。何用とかないよね。でも、よく化粧品を自分で作る人は、原料の一つとして、はいはいはい。シアバターの代わりにカカオバターを使うってこと？そう。シアバターとほぼほぼ同じ感じ。シアバターの方が成分が、なんか不安定じゃないの。コントロールしやすくて。カカオバター、製品しにくい。うん、でも南米とか昔の原住民の人はこれをやけどに塗ったり、うん、傷跡に塗るとオモナインやもん、それ、うん、オモナインとかアロエみたいな、アロエみたいな、そのなんかとりあえず保湿することがすごいできる、うんうん、でポリフェノールが入ってるんですよ、うんうん、あの生成してない状態、生成するとそれが落ちちゃうんだけど、うんうん、してない状態のものって肌に張りが出たり、張りが出るでシミシワに効くで美肌になるって言われてます。うーん、そう。それ塗り出して何か買った？分からない分からない分からない肌の調子でも悪くない、悪くない。ちょっとなんかこれさ、ベタってするやん、何よって感じやん、油、うん、もうこんなこうテカテカしてるんですよ、めっちゃすごいキラキラしたよ。でも10分、5分ぐらい置いとくとスーって吸収していくの。そう、消えてなくなる、ベタベタは。へー、だからもう顔にこうやって塗って寝る、うん、テカテカしてる、テカテカしてる。そう、テカテカだよ、うん、もうそれ。でも美容研究家の方の最後の顔そんな感じやん。どこの美容研究家だった和田さん、和田さんこんな感じなの。和田さんの YouTube 見せたらすごいテラ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 って、最終的に最終こうなる、うん、同じ、うん、同じ同じ、あの油で保護してるから。そうね、終了。でもここのシワが、うん、なくなった気がする。ちょっとマシになった。で、こんなシワあったのどこに。私さ、カマじゃない、クマじゃない。クマは年中ある。クマはと共にある。でも確かにしっとりする。そう。そうそう。保湿はとにかくすごくできる。うん、確かに。なんか寝てしまえば気にならないね。うん。海外では割とカカオバター保湿に使ってる。日本ではあんま。あんま見たことない。聞いたこともあって。なんかシアバターはよくね。そうそうそう、よく見る。でもこうやってつけて、こうやって髪にもつけて、うん、朝お風呂入る場合はね、うん、こうやってつけちゃって、寝る、うん。いいかも。この匂いが好きな人ならいいかも。うん。で、この匂い、癒し効果があるって、精神的に。甘いから？でも好き嫌いあると思うけどね。チョコレートってでもあれやん、癒し。うん、なんかね、麻薬の香りみたいな感じさ。その食べる気も、食べたいっていう時にこれをこうやって。あ、いいかもね、それ。満足感がちょっとあるかも、甘いから。そう。ってすると、なんか落ち着くからね。へぇー。へぇー。聞いたよ。強い。強い。強い、ね。もう慣れたら何にも思わないけど。結構鼻の奥にグワッとくる。ほんと。そうなんだ。なんか今日一日経っても、なんかずっと鼻が効いてない。私は鼻はずっともう一生効いてない。なんか臭くないって言われても何にも分かんない。なんか、え、臭いんですかみたいな。結構強いです、これ。ほんと、はい、はい、次私はあと2つ。もう毎日じゃないけど、これはまず1つ、アイクリーム。アイクリーム今はあのでもアイクリーム減りが遅いんで、うん、溜まっていく一方、人にもらったりいろいろで、今使ってるのはコラリッチ。コラリッチ、どこなんですか？救済さんです。救済さん、日本の救済のコラリッチシリーズのアイクリーム。コラリッチのこれはたまにヒリヒリするアイクリームあるんよ。へ、あ、硬い。これ全然ヒリヒリしない、白くて硬い、うん、これでね、すぐ溶けるというか、うん、肌の温度でさらってなるんよ、うん、ちょっと最初硬いやん、うん、でも、うん、
伸ばしてたらサラサラになってる。うん、でもしっとりしてるから保湿がすごいある。おお、いいじゃないですか。でなんかこことかにもたまにした。あ、そういえばさ、まゆちゃん乳液ないね。私乳液しないね。化粧水と油だけやね。うん、だって乳液が好きじゃない、そもそも。乳液が好きじゃない。ぬるぬるするやん。油もっとするやん。そうやね。なんか白くてぬるぬるするやん。そう、最初だけやん、そんなのさ。なんか、あんまり意味が見出せない、自分的に。乳液って何回もするやろね。化粧水を守るでしょ、うん、化粧水して蓋するんでしょ、乳液で。意味ある。でその上からまたなんかするんでしょ、うん、じゃあその端と端でよくない？二重でこう乳液じゃダメだったよ、このダメだった乳液じゃ。そうそうそう、乳液 薬不足だったの。そうそう、ね、乳液じゃちょっと無理って、ちっちゃいこの穴とか穴があるの、乳液の。じゃあ乳液を開発したらよくない？もっとちゃんとした、ええ、完璧な乳液をさ。これですかね。それはこれです。これはちょっと、はい、あのもらいもんなんで、ブランダーのオーブランなんですけど、はい、オールインワンです。オールインワン出た。はい、私は、はい、楽ちん。もう一部美容系から言わせると邪道中の邪道。だって旅行とか行くの楽なんやもん。楽とかね言ってたらね、もう追求できないんですよって。大体私はオールインワンです。オールインワンをこうなっております。別に悪いことじゃないけど、別にいいけど。これは何が入っとんかな。もう乳液とか書いてないもんね。でも乳液、化粧水、美容液、ヘッドみたいなやつは大体オールインワンって。私は信じてない。オールインワン一応してるけどね。いらんくない、これ。だってこんなにいや、これいっぱいあるけど早く使い終わりたいっていう現実的な問題。肌に合うとか必要とか、肌に合わなくなかったら、あ、別に肌荒れしないから、うん、まあ、まあ塗っとこうみたいな。どうぞ塗っとこうっていう。なるほど、はい、オールインワンします、はい、どうですか。これあのしっとりする。私さ、首のマッサージに思って。あ、これね、体のマッサージもいいんだって。あ、そうなんだ。全然あのカタカタしたこの肘とかかかととかさ、うん、もう保湿として使える、うんうんうん、オールインワン。首をこう流すのにこれ使わせてもらう。ちょっとぬるぬるするもんね。うん、オッケー。スヌ全然映ってない。スヌスヌ全く映ってない。スヌ、じゃあ最後のお挨拶スヌ。じゃあこんな感じで私とたまゆちゃんのなんかおしゃべり動画でした。スキンケア動画のつもりがなんかもういろんなことを余計なこといっぱい喋ったから、うん、カットしてカット。もったいないね。なんかどんぐらい喋ったのこれ。1時間喋ったの。めっちゃ喋った。全編後編にする。こんな単純じゃないよ。10分にして。10分に、ね、難しくない？カットするしかないやん、もうひたすら喋ってるからさ。そうね、うまいこと面白くして。でした。面白かったね。面白かったね。面白かった。うん、こんな会話いつもしてます。だいたいこんな会話してるね。だいたいこんな感じ。うん、まゆちゃんのうんちくを聞き、へーってって。これ使い、これやって、そうそう、やるってやる。この人全部やる。そうそう、全然、え、やるのって言われるもんね、他のなんか他の子に。え、めっちゃ素直にやるよみたいな。で、私は当たり前のようにやらせて、当たり前のように受け取る。不思議。何でもやっちゃうから。そうそう、まあでもダメってことがないから。ないよね。ないよね。めんどくさくてやめることは多いけど、 NG ないよね。 NG は基本ないですね。広いよね、間口が。間口は広い広い、まあ、そんな感じです。はい、はい、じゃあこの動画はここまで。スヌーピーに話してもらおう。あ、はい。スヌーピーもちょっとさ、顔がね、スヌーピーらしさを出してよ。だってね、でもさ、こうなるからさ。